フランシスコ・ホワキン・ペレス・ルフェテは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県、ベネフサル出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。元スペイン代表。現在は、RCD ・エスパニオール監督。FC ・バルセロナの下部組織出身で、1996年5月25日のデポルティ・ボラ・コリューニャ戦で、トップチームデビューしたが、 トップチームでの出場は、この1試合だけに終わった。1997から98シーズンは、西軍ダディビシオンの CD トレードに、レンタル移籍し、38試合に出場して5得点と、活躍した。1998年夏にプリメイラディビシオンの、RCD マジョルカに完全移籍したが、1998から99シーズン前半戦は全く試合に、出場できず、 1999年1月に、セグンダ・ディビシオンのマラガ c F に移籍した。マラガ c F は、セグンダ・ディビシオン B から昇格したばかりであったが、MF ・ホセ・マリア・モビージャや FW ・カターニャと共に、セグンダ・ディビシオン昇格に貢献し、1999から2000シーズンと2000から01シーズンも、マラガ c F でプレーした。2001年夏にプリメーラ・ディビシオンの、 バレンシア CF に移籍した。2001から02シーズンは絶対的なレギュラーではなかったが、シーズンを通して良好なパフォーマンスで貢献し、リーグ優勝を果たした。2004年3月14日のセルタデビー5戦では1試合に得点し、2003から04シーズンには再びリーグ優勝を果たしたが、2006年夏に、キケ・サンチェス・フローレス監督が就任するトルフェテは、 放出要因となった。2006年7月にフリートランスファーで、RCD s パニオールに移籍し、FC バルセロナの下部組織で一緒にプレーしたイバンで、ラペーニャと再びチームメイトになった。2006から07シーズンの UEFA カップでは11試合に出場し、決勝に進出したが、セビージャ FC に敗れた。2007から08シーズンは負傷で何度も、戦線離脱した。 2009年7月中旬、RCD s スパニョールを放出され、故郷に近いエルクレス CF に2年契約移籍した。すでに32歳になっていたが、2009から10シーズンのセグンダ・ディビシオンでは2000分近い出場時間を記録し、13年ぶりのプリメーラ・ディビシオン昇格に貢献した。11から12シーズンはチームと契約が残っていたものの、 出場選手登録から外れたため、出場機会を得られなかった。その後、現役引退。指導者の道へ進んだ。2013年夏から、フルスバレンシアのカンテラの統括部長となり、セビージャビーに所属していた、イブスキヨウ氏の獲得に携わった。同年11月25日に、アマデオサルボ CEO によって、トップチームのスポーツディレクターに選任された。12月には、 ミロスラブ・ジュキッチを解任して、フワン・アントニオ・ピッチを招聘するなど改革を断行した。2015年6月には、ジョルジュ・メンデスを代理人とするロドリゴ・会を獲得をめぐって同じくメンデスが、代理人であるヌーの SP ・リト・サント監督との確執が表面化し、7月1日にサルボと共に SD を退任した。その後、セグンダ・ディビシオン B の UD ・イビサの監督を経て、 RCD s エスパニオールのスポーツディレクターに就任。2020年6月27日、成績不振によりアベラルド・フェルナンデス監督が解任されると2019から2020、シーズン終了までの暫定監督に就任。2000年3月29日にバルセロナで行われたイタリアとの親善試合で、後半途中にホセバ・エチェベリアと交代出場して、スペイン代表デビューした。 同年には2試合を加え、スペイン代表としては通算 3, 3試合に出場した。ありがとうございます。